ファンの皆様、初任に関して何、初任に対して何か質問ありますか？特に、はい、はい、特に大丈夫です。はい、何しに来たんだこの人たち。坂手さん、結構大丈夫です。はい、では、被告側にいらっしゃいましたら、読んでください。よし、行きたい人。では、誰もいらっしゃらないということでよろしいですか？いや、います。じゃあ禁止カードを使います。ドリさん、お願いします。俺か。はい、弁護士ではなく証人としてそこに座っていた。そうですね。あー、かしこまりました。はい、はい、では、被告側は証人に対して聞きたいことを、質問をお願いします。小浦さん、被告側お願いいたします。すいません、被告としての意識が足りてませんでした。鳥居さん、はい、まあ、指名手配をしたのは、まあ、俺ツボーラで間違いないんですが、鳥居さんは切符を切っていた現場に居合わせましたよね？はい、鳥居君が確か切符を切ったと思うんですが、鳥居さん、はい、その時あの君と寿司に衝撃の一言を浴びせているじゃないですか。はい、はい、そのあたりの一部始終をお話ししていただいても大丈夫ですか？あ、わかりました。切符を切った際に、対応したのが、成瀬力士、ミンドリー2名なんですが、その際に、君と寿司から直接の、まあ、不当な請求っていうのはまず発言として受けています。で、その際に、対応した2名、まあ、主に私が案内はしたんですが、一旦まず状況は確認ができない、まあ、いわゆる坪浦氏本人がいないため確認ができないと。そのため、一旦切らせてはいただくんですが、まあ、不当ということであれば市の方に申請していただければ3日以内に切れると案内はしておりまして、その段階で切られていないという状況ですね。では、まあ、支払いはなく、もし不当であれば、取り消しができますよというところはご説明されていたということでよろしいですか？はい、そうです。坪浦さん、その他、証人に対して質問ありますか？ああ、君と氏は思うに、この世界の通貨ではない何かを求めてこの裁判を起こしていると私は考えています。一応、そうです、はい、私もちょっとこれは確認しました。はい、まあ、今のところ今日まで2本ほど上がってます。そうですよね。すみません、質問よろしいですか？はい、意義があるということで、ね、ではどうぞ。この世界の通貨以外のものを求めて行動してらっしゃらないんですか、ここにいらっしゃる方々は。やるな。ちなみに、そうですね、皆さんにとっても被告の坪浦さん求めていますか？はい。お前マジで。裁判員の皆様も求めていますか？はい。どういうことなのか、あまり理解が。裁判において損害賠償を、まあ、請求している状態なんですけれども、それのみならず君と氏が現実の世界の現実、あ、すみません失礼しました、夢の世界の通貨であったりですとか、まあ、名声であったりですとか、そういうものを求めて何か行動しているのではないかというふうに言われたんですけども、要するにだよ、裁判をするために裁判をしてんじゃねえのかって聞いてんだこっちは。ああ、わかるか。ま、あ、そうですね。じゃあ、一旦先ほどの質問に対して、傍聴席の皆様もこうなんとなく意味分かった方いらっしゃると思うんですけれども、被告坪浦さんと同じって方はなんとなくこうそーっと手を挙げていただいてもよろしいですか。X の筋肉。結構いらっしゃいますね。はい。じゃあ、被告に関して質問は、まあ、みんなそうだということで、裁判の被告にはさせていただかないというところで。はい、クソ。はい。ご協力ありがとうございます。その3日以内にっていうのが、逆に言うと、3日経った後なんで、まあ、こういった裁判を起こしているというようなところにはなるので。わかりました。原告側の主張としては、3日経ってしまったので、まあ、取り返すために裁判を起こしているということですね。はい、あ、それは違いますよ。異議あり。はい、どうぞ。はい、切符を切ったタイミングから3日間、切符の、なんていうんですか、その、なんかあれができるんですよ。
ができるんですね。はい、だから君と死にその3日以内にっていうのはもうそのスタート地点で告げられてますから、その間3日間不当だと思わなかったということになりますよ。では私の方からですね、君とさんにちょっと質問させていただくんですけれども、はい、今回、告げられたということはまず正しいですか？そういったお話がありましたか？そのミンドリーさんからってことですよね。あ、失礼しました。そうですね、ミンドリーさんから、まあ、取り消しができますよというところです。その話はありました。はい、ではその後ですね、3日間対応しなかった理由について述べていただいてもよろしいですか？対応しなかった理由ですか？はい、まあ、まずでもやっぱ自分の心に、自分の胸に手を当てて考えた時に、もしかしたら僕はやってしまったのか、いやでもやった記憶がないという葛藤を3日間やっておりました。そしたら気がついたその日にはもう切符の罪状が、自動引き落としされてて、もう後戻りできる状況ではありませんでした。本当か？かしこまりました、ありがとうございます。裁判長、異議あり。はい、どうぞ。やった記憶がないとおっしゃいましたね、君とし。間違いなくやった記憶がないんですか？いや、悪いこと、自問自答していたということですね。ああ、今んとこじゃあやっぱやってなかったなみたいな感じで裁判してんのか、おめえは今。裁判長、はい、論点がずれてると思うんですけど、どうでしょうか？そう、違うぞ、ね、今から論点の方に変えろうとしてんだ、迂回してんだ。まあ、関係があるということです。あ、関係あります。なるべく迂回せずに、遠回りせずに直線で。直進ですか？はい、分かりました。君と寿司、はい、あなたじゃないかもしれないが、 YouTube の方にアップロードされている動画にですね、はい、俺はギャングだぞ、どこが汚職なんだと言った後に自分でテロップをつけていました。お前マジで言うたら全部汚職だと。何を言っているかわからないんですが、まあ、そういった事実を坪田さん見てみたということ。はい、実際の映像が証拠になるんですからね。坪田さん、まあ、夢の中でそういった編集されたということでよろしいですか？すみません、意義あり。はい、ではじゃあ自分の意見を。はい、どうぞ。先ほど坪田氏はテロップでそういったことを言っていたと言ったのですが、テロップを打っている人格は未開道君とすとは全く別の人物であり、この件には全く関係ないと思われます。なるほど、では君とすさん自身は、まあ、そうは思っていなかったと。はい、ではこれに対して、スボーラさん何か反対意見ございますか？ありません。かしこまりました。まあこの件に関しては、まあ、夢の話でありますし、まあ、持ち出さないということで、まあ、記録には、しないようにします。はい、はい、では、被告側坪浦さん、その他証人いらっしゃいますでしょうか？そうですね、証人ですか？キャップどうします？証人じゃないですか？証人じゃないな、証人じゃないな、証人じゃないですか？証人じゃないな、ちょっと証人じゃないんですか？ギリギリ証人なんでちょっと出ますね。あ、かしこまりました。あと一個気になったんですが、はい、ちょっとだけ話戻してもいいですか？はい、大丈夫ですよ。さっきほど君とさんの YouTube の動画の件ですが、本人はその確認をしてなかったっていうんですが、それは動画投稿者としてはどうなんでしょうかと思いまして。異議あり。はい、意見を認めます、どうぞ。多忙な人間はなかなか確認できません。異議あり。そうだ。異議を却下いたします。まずですね、証人としては、まあ、彼は大変、実はああいうふうに強がっていますが、非常に真面目な男でして、あまり人に迷惑をかけるのを好まないんですよ、魂自体が。でですね、キミトスの罪状を書いた後、実はちゃんと消してるんですよね。俺知らなかったでしょ。坪浦さんがということですかね？そうです。なぜかというと、はい、その後再びキミトスの罪状を消した後に、罪状を消したログがナルセ君の名前に残ってるんですよ、その我々が使ってるツールに。はい、で坪浦そして成瀬くんのログの間に一つ謎のログがあるんですよ。はい、どなたのログでしょうか？はい、そのログに再度キミトスの罪状が追加されたものが、はい、再び追記されてるんですよ。はい、つまりですよ、坪浦が一度書いたものを坪浦自身おそらく消して、何者かがそこに再び追記してるんですよ。え、ちなみに班長、
はい。補足をいいですか。お願いいたします。追記をしたのはキャップです。意義あり。意義あり。何者かです。意義あり。はい、じゃあシャンクさん。もともと真面目な人間であればそういった罪状を全て掴めて一方に乗せるということはしないはずです。意義あり。真面目すぎるゆえに意義あり。申し訳ありません。被告のその真面目とかのですね部分に関しては、その人の特性になる部分です、ね、その書き直した人物こそ、あれ消えてるぞ、俺が書き足さないといけないと思って真面目にまた追記したに違いありません。なるほどですね。意義あり。どうぞ。キャップが直接あ追記しといたぞと言っているのを聞いています。意義あり。それは真面目な勤務態度の表れで。あ、そうですね、そう思いません。キャップ却下しません。あのそれは私のセリフです。あ、すいません。はい、このキャップが追記したという点について何か言いたいことございますか。特にありません。追記したのは理由はそれはわからないんですかね。はい、あ、理由私はいや私には分かりかねますが、おそらく真面目だから消しちゃったんだろう、こうしたら面白くなるかもしれないというふうに。面白くなる。なるほど。あれ、とっさにおそらくそのものは考えたんだと思います。意義あり。はい、はい、認めます。実際に面白くなってます。まあ、認めます。はい、認めます。まあ、はい、被告側はその他証人はいらっしゃいますか。証人ですか。実はいます。はい、証人あとどれくらいいますか。あ、一人です。一人。じゃあ最後の証人です。はい、呼ぶ必要もありません、ここにいますから。あ、かしこまりました。では、未開道君とス、え、あんたら、え、一旦立ち上がってくれ。あ、俺か。はい、え、あ、スボラさんすいません。はい、適正な証言がですねできない可能性があるので、はい、拘束状態を解いていただいても。はい、解くんですが、その前に、裁判長、はい、もしこの裁判の場で、はい、なんかテロなんて起こそうなんて人がいたら、それはちょっともう裁判自体が白紙というか。待って、お前、これお前が渡したやつだよ。ませんか、まあ、これはお前が渡したやつだろ。待って、なりますね。はい、ちょっとこのキミとスシのポケットを漁っても大丈夫。待って待って、これお前が俺のポケットに入れてきたやつだろうか。はいはい、ではちょっと一度漁らせていただきます。キミトさん大丈夫。漁られる分には問題ないのですが、はい、こちらも衛星での証拠があります。そうですね、まあそれはまた多分別件の、はい、そうですね、別にはなる。ちなみに今皆さん、金美と寿司の背中に何かついているのは見えていますか。お前が渡したんだろうか、これ。これはロケットランチャーで間違いないですかね。また法廷の場にそもそもロケットランチャーを持ってくる行為、そもそも銃刀法違反ですし、これ何に使うんですか、君とし。いや、壺浦に、はい、被告に壺浦に、裁判所の外で渡されました。強制でした。そうですよね。だから強制的にポケットにねじ込められました。そうですよね。テロ罪に当たるんじゃないですか。いや、だとしたら壺浦から預かったので、はい、壺浦さんがテロを起こそうとしたんじゃないですか、僕を使って。いや、あります。はい、私が君とし と、この裁判所の前で会ったときは、このロケットランチャーがないことを確認しています。そうですよね、私もなんかいつの間にか持ってるなって。そうですよね。その後、坪浦さんにロケットランチャーを渡されたというふうに聞いています。はい、では、坪浦さんとキミトスさんは共犯ということでよろしいんですか。え、そう、はい、共犯、え、はい、違います。強制的にポケットに入れられました。え、じゃあ俺も否定しちゃうぞ。お、じゃあ俺もやってないです。お前が始めたのになんだよ。それラッチが当たれな。おもこっちのセリフだ。じゃあ後ほど逮捕ということで。お前行く。はい、じゃあすいません、じゃあこちらの証人は以上です。俺一言も喋ってねえぞ。お前ちゃんと。はい、被告側からの、だったので、君とさん側、原告側からですね、これに対する反対意見あればお願いします。反対意見、そもそもどういう話で今私はこの手錠をされてこうなってるんでしたっけ。
裁判長、はい、強制瞑想してもいい、いや強制瞑想じゃない、瞑想してもいいですか。お前このまま俺を置いていくな。あの動けませんよ、何も。じゃあ別の警察の方一旦手錠外していただいて、坪浦さんは、はい、瞑想の方をやっていただいて、はい、ちなみに裁判員は誰だ、すいません戻りました。誰だよお前、はい、すいません、お前誰だよお前、はい、すいません、あ、坪浦です、はい。では、原告被告、それぞれですね、最後に言いたいことを確認をさせていただきます。原告側まずどうぞ。言いたいことを、まあ今までの総括でいいですか。この裁判全体を通してですね、あれを聞くのを忘れたとかそういったものがあればよろしくお願いします。そうですね。先ほどもう坪浦氏に関してはもう適当に切符材料つけて指名手配したっていうのは認めてたと思います。はい、まあ、だって当初の通り、5億円の請求金額というのは変わらず、罪状そして金額の確認をしていただいて、市民の安心を守るような判決をぜひお願いいたします。シャンクス法律事務所、完璧です。ありがとうございます。では被告側、裁判全体として何か言いたいことがあれば発言の方にお願いします。ありません。今判決を検討する前に本件は民事裁判となりますので、和解の提案をさせていただきます。これが、最後の機会となりますが、双方和解を行う意思はありませんか。和解の意思ですか。ありません。かしこまりました。原告側も同じです。はい、かしこまりました。では和解不成立というところでですね、判決の検討に移ります。この後ですね、私と裁判員の皆様でですね、判決の方向性、私の方で判決ですね、決定いたしますので、だいたい15分から20分ほどちょっとお時間をいただくんですけれども、その間ですね、皆様しばしご歓談いただければと思います。君どうする？はい。では判決の決定まで、しばらくお待ちください。全然受けなかったな。すまんな、それだけは謝るわ。いやいや、多分あれですよ、みんな声がちっちゃくて笑い声が聞こえなかったんじゃないですか、僕たちに。確かに多分それですよ。ちょっと待ってよ。君とさんを守ってくれてありがとうございます。いえいえ、大切な仲間なんでしょう。はい、もうみんな仲間です。わかりますよ、その気持ち。兄貴、わかりますか。まあ、君とに関してはもう私の仲間みたいなもんですから。兄貴、そんなことまで言ってくれるんですか。兄貴、兄貴がいなかったらこの場にも立てなかったかもしれない。なんでいつの間にかお兄ちゃんになったんですか、シャンクスさん。話せば長くなる。じゃあいいや、聞きたくない長い話。泣くな。はい、すいません兄貴。ほぼほぼもうすぐ俺たちの声も全部認めてたから。そう、そうですよね。最後の和解ですよ、もうあいつ否定してたから。警察もさっきちょっと話聞いたらいくら払うかみたいな話してたから。そうなんですか。分配を考えてると思うよ。そこはもう警察に任せたらいいからな。なるほど、いい勝負だったな。いい勝負だったか、本当に。どうす、すまなかったな。いやいやいや、時に固まっちまってな。いやいやいや、いいぞいいぞ。ああ、だからあれをな、返してくれ。そうな。あれ、誰かに取られたかな。何、持ってないの。私が変わっていたな、これな。持ってないですね。持ってないか。手錠された時に誰かに取られたのかもしれないな。そういうことか。ああ、確かに坪らしい。その時見てませんでしたね。ギトも、うん、いなかったからな。なんかすごかったらしいな。あの、あ、何言ってるかわかんないと思うけど、あの君と視点だ。あ、見るわ。おいおいな。うん、あの今さ、俺わかんない。あ、今に限っては何言ってるかわかるぜ。そうだな。かなり。今ってのはそういうもんだから。かなり議論してるからそれで。君と視点上がるんだろう。なんか警察のみんなが言ってたから、君と視点上がる。視点はたくさん上がってる。そうなんだ。裁判で裁判で本当だ。はあ、俺もと一緒に撮ろうよ。あ、じゃあ撮りましょう。私じゃあ写真撮ろう。アブログ後ろ座って入っていい。ありがとうございます。もう記念撮影しちゃう。アブログ後ろ座って入っていい。ダメだろ、考えても。もう関係ねえだろお前今回。お願いお願いお願い。
したよ。お願いじゃねえ。今は警察は敵なんだよ。いいのか、はい、兄貴。猫はね、はい、体験の時間だったかもしれない。警察一人だとな、バランス悪いぞ。なんでお前も。もうなんか、アットホームのやつ取っとこう、一枚、綺麗にな、今のうちに。でも試合には勝ったけど、勝負には負けたよ、つぶら。おぉ、はい、じゃあピース。試合にも勝負に勝ったぞ、俺は。まだ勝ったけどいいのか、お前。ああ。はい、行くよー。あ、待って。はい。はい、行くよー。はい、チーズ。サムネイル撮影って言われてるぞ。最悪だ、本当に全く。でけえ声で。不本意です。じゃあ、判決を楽しみにしとくぜ。では、被告、坪浦匠が、戻ってきましたので、判決について言い渡します。はい。それでは、判決を言い渡します。主文、被告、坪浦匠は、原告未開堂キミトスに対し約9700万円の金銀を支払え、また原告未開堂キミトスは被告坪浦匠の追い請求に対し裁判上手数料という話があったため500円の金銀を支払え、なお訴訟費用300万円は被告の負担とする、またこの判決は当裁判所による被告への請求原告への支払いをもって執行します。また、この損害賠償請求については、キャップと坪浦で5対5の割合で支払うことができます。キャップやられましたね。後になって消した事実はあるものの、初めに記載した坪浦匠の責任と、その後に復活したキャップの責任を証言したものである。これらの事実をもって以下の通り、以上の通り金額を計算しました。流れがおかしい。以上をもって当裁判は終了いたしますが、最後に当裁判所から提言をさせていただきます。この町ロスサントスにおいては、犯罪の被疑者が否定をし、刑事裁判手続きのレールに乗っかった際に裁判所が判断を下すものであり、通常は警察が逮捕権、執行権を持ちます。そのためこの後述べる提言については実際の判断は警察にお任せいたしますが、被告坪浦匠は以下の罪を犯している可能性があると提言いたします。まず一つ、私文書偽造罪。ありません。ありません。あくまで提言です。警察側であとはお任せします。はい。はい、1、私文書偽造罪。この法律は名称自体は私文書と記載がありますが、内容から、公文書も含む文書偽造罪と捉えられるため、警察が周知する指名手配リストに虚偽の事実を記載したこと、ここから、罪の該当が挙げられます。また詐欺罪、警察は切符を手に入れた際に一部が利益となるため、虚偽の指名手配リストによる不当な利益を得ようとすること。次に公務執行妨害。虚偽の指名手配リストを公開することによって同僚の警察官、また連携義務のある救急隊公務に支障をきたすことなお、これらについてはですね、イベントテロ罪の適用はなしとし、この3つについて、後ほどですね、罪となるかどうか警察の方で聞いてください。またこれらの裁判長、はい、切符を今すでにリアルタイムで受け取っています。警察の方の正しい判断ですね、はい、再応援します、はい、けれども、はい、被告坪浦匠の証言によりですね、キャップも共犯として同様の罪に該当する可能性があることを提言します。裁判長、はい、私は何の罪でこいつの敗訴の金を肩代わりしなきゃいけないんですか。んあ、そちらについてはすいません、切符が来ました今。先ほどですね、裁判の中で明らかとなった、キャップはですね、その後何者かがとおっしゃっていたんですけれども、坪浦さんがキャップということでお話しいただいたので、それをですね、証拠として採用して、キャップも共犯として、そうですね、責任があるとして、当分して、判決としたということになります。さあ、1本取られたな。やられましたね。ではやったのお前だよ。100点だ。はい、定定といたします。定定ですか。はい、予定したらイベントテロ罪の適用はなくなるってことですか。そうです。はい、裁判終了となります。怖っ、言ってることギャングルの前。待てなんでそっちかよ。キミトス、なんだよキミトス、こっちに来てくれ。なんでお前、一旦外してください。燃えてる、くんだ戦争じゃねえか。待て
死にたくないここで。あちゃ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 めっちゃダウンしてる。消火器持ってきてください。めっちゃ死んでんじゃん。めっちゃダウンしてる。まあキミトスの裁判の件についてはじゃあ、じゃあキミトス、はい、よし来い。しゃあ今満場一致でな。はい、満場一致。とあることが決まった。とあることが決まった、了解です。なんだろうな、ワクワク。今回の裁判でもあったようにな、はい、ツボーラが言ってることも一理ある部分があった。それが何かというのは、はい、夢の世界の通貨を求めているというところについてだ。お前は今回の一連の流れを夢の世界で利用している可能性がある。つまりだ、その部分のことを加味すると今回の裁判で得た費用については全て私が一回回収する。なるほど。そして、シャンクズさんと話してシャンクズさんにいくら払うのか、そしてお前のところにいくら払うのかというのを決めるが、基本的にはお前には今回の収入はほぼない。あれあれ、それは満場一致で決まった。満場一致で、あれなんで僕に権利がないんだろう。あれあれ、おかしくないですか。あれありません。あれ君たちもう下がっていいぞ。もう様子見ですか。僕は様子見というか、お前は様子見、今日は十分だろ。様子見様子見か。ゆっくりゆっくり休んで。いや、ご苦労だったな君です。ありがとうございます。いや、おもろかった。手持ちあるか。ちょっと坪浦と話してきます。あ、いますよ、ここ乗るか。あ、了解。ちょっと待ってな、ちょっと一瞬無線切りますね。じゃあ坪浦、あとは頼むぞ。はい、任せてください。終わったら俺に連絡くれ、経費渡すから。ちょっと二人でちょっとお話頑張ってきてください。あ、二人で話。あ、本当よし。そう、まあ、やっぱお互いのあれなんでね。キミトスさん、いや大変でしたね、今回は。大変でしたね、じゃねえよ。はい。お前が始めたんだろ。大変じゃなかったですか。いやー、大変だったよ、本当に。はい。どうですか、モズ。お、お前。アットホームですか。あ、アットホームだぞ。あれ、はい。やめる気か、警察。いや、やめないです。むしろ、誘ってます、警察に。俺を？はい。なんでだよ。はい。どういう話の流れ、そうなんだよ。ねえ、こっちもなんか周りがめちゃめちゃにこやかだった。ああ、本当か、よかったな。ああお前だって最後、はい、なんでお前裁判官のキャンププラしたんだよ。テントテロ罪、うん、やってみたかったんだよ。やった、ついたのか結局。ああ、ついたぜ。所長に1億で切られた。この辺りでじゃあ一旦、うん、遊園地。3億円の、まあほぼ3億円か。まあそうだな。ああ、渡せよ、もちろん。え、払えるのかお前。払うぞ、現金でいいか。ああ、まあ現金でいいぞ。ああ、ちょっと待ってな。ああ、世界が重いから。すごいな、お前。お確認してくれ、確かに3億あるか。なんでお前がこれ持ってんだよ。ちょっと待って、あるか。ああこれ大丈夫か。ああ、なんでお前がこれ持ってんだよ。え、はい、お前待て。ああ、これお前のお金か。ああ、そうだぞ。ちゃんと用意しといた。お前やってるな、これな。何をだ。お前これ、まあ、お前が仮にお前のだとしたらお前は犯罪者になるし。ならないぞ。ならないのか。ああ、大丈夫だ、いいな、あんまり。よっしゃ、君とす、うん、行くぞ。お前今からお金払いに行くってことか。ん、うん、よくわからんが。ああ、うん、この方だ。この手続きが必要だな。ああ、そうか。兄貴。よっしゃ。坪浦がブラックマネーで3億払ってきたんですけど。よ、久しぶりだ、ジャンクズ。足りないよな。足りない。5% 引かれるし。そうなんですよね。手数料考えたら、自分が払うってなったら 25% かかりますからね、手数料が。ああ、そうか、状態によって変わるのか。
そうなんですよね。 25% 手数料とかかるから3億1000万だと3億3000ぐらいよね。そうですね、3億3000ぐらいないと。まあ難しい話してるから俺はこれ関係ないですか、もしかして。いや、そんなことない。めちゃめちゃ関係あるぞ。あ、いいのか。手数料取られるんだよ。そう、何が？ブラックマネーを換金するときに。ブラックマネー、なんだそれは。だぞ、次ほら。ブラックマネーか、うん、それはなんだ、話聞かせてもらっていいか。ちょっと待ってね、ごめんなさいね。そう言ってくれ、うん、その手数料がいるんだ。あった、払うぞ。何番だ。166だ、今日は166か、ちょっと待ってな。うん、166に、OKOKOK、ちゃんと払うぞ。ちょっと負けてくれ。でも、ああ、いくら、いくら。2500万でいいか。ああ、まあまあまあ、そうですね。ああ、それでシャンクスマニキがそうやって言うなら。俺、今日、正直に2億あったんだよ、銀行には。おお。80万だ。なんでびっくりだろう。いや、いい勝負だった。ありがとうね。ああ。またやろうな。またやろうな。ああ。で、君と。ああ。ちゃんと払えよ。ああ。払えよ。弁護料。ああ、もちろん、もちろんだ、それは。ああ。お前、まだ2500も振り込まれてないけど。え、振り込んだぞ。え、166だぞ。お前、誰に振り込んだんだ。これ、経費になるかな。なんで。お前、誰に振り込んだんだよ、お金。得してるやつがいるぞ。やっちゃったぜ。なんだ、俺もうお金ないから、これ以上振り込めん。そう、一旦3億分のブラックマネーもらったんだよな、坪浦から。なんでブラックマネー、あいつ絶対、あいつ押収したやつだ、や渡してたろ、あいつあの兄貴、それちゃんとあれですよ、 5% プラスでもらわないとダメですよ。いや俺はね、ちゃんと頭いいから、あの、いやでも手数料 25% かかるんですよって言って、 25% で今手持ちが2500万しかないって言ったから、もうじゃあそれでいいよって言って、でそれを166番に振り込んでくれって言ったら、ソーラが間違って160番に振り込んでお金がなくなったんだ、あいつの。全財産80万って言ってたぞ。あ、はい、何番だ。あ、166です。それがたまたま、え、160、もしかして160番の人。なんかさ、さっき急に1500万入った。160万、面白すぎる。すげえ。ボスがね、なんかボスがなんかその、私なんかなんかトロッパンってくれたのかなと思ってさ、そういうことか。一回無視したんだけどさ、ちょっと両親の呵責が。160万の人いた。最後まで見ていただきありがとうございました、よかったらチャンネル登録と高評価の方もよろしくお願いします。それじゃあまたね、バイバーイ。